パオロ・スタンツァーニは、イタリア出身の自動車技術者、技術コンサルタント。主に、自動車メーカー、ランボルギーニで養殖を務め、同社の代表車種、カウンタック、ミューラ、エスパーダなどの開発を担当。後年は、ブガッティア F1 会にも携わった、ボローニャ出身。1961年、地元のボローニャ大学機械工学科を卒業後、1963年に、 母国の自動車メーカー、ランボルギーニに入社。ジャンパオロ・ダラーラや、マルチェロ・ガンディーニらと共に、同社の自動車開発に従事し、初期の代表作、ミ浦ラを手掛けている。1968年、チーフエンジニアだったダラーラが、自動車メーカー、デトマソに移籍して退社したため、公認として同職に昇格し、ゼネラルマネージャーも兼任する。ハラマ、ウラッコ。 カウンタックを開発し、短いホイールベースカーに機械と人間を詰め込むような、斬新な空間設計と、ロードカーとしての理想を目指し、積載性や量産政策の容易さを追求した。1974年に創業者であるフェルッチオ・ランボル・ギーニが、同社株を売却。自身もこれを契機に独立し、後に、技術コンサルタント会社、テクノスタイルを起こす。 自動車産業以外に公共事業に関する開発にも手を広げた。1987年、往年のフランス自動車メーカー、ブガッティの商標を復活させたスーパーカープロジェクトに、両友マルチェロ・ガンディーニらと共に参画。しかし、車体の方向性について経営者の間で意見衝突し、自身とガンディーニは開発途中で交板した。プロジェクト自体は、 公認が引き継ぎ、1990年代初頭に、ブガ TEB110 として、完成、販売している。1990年代は、モータースポーツの分野にて、旧友ジャンパオロ・ダラーラが起こした、会一コンストラクター、ダラーラや、ミナルディのマシン開発に携わった。2017年1月18日に、死去、80歳没。遺作となる設計は、 故郷ボローニャにあるゲストハウス、ロカンダ・デルトロ。詳細は、ランボルギーニカウンタックを、参照代表作のカウンタック LP400、カウンタックの先代モデルにあたるランボルギーニミューラの欠点であった安定性の問題、さらにこの横置きのパワートレインのエキゾーストの取り回しの問題も発生し、キャビンが創造しく、しかもギアボックスのリンゲージが複雑な構造になっており、 シフトフィールが良くないといった苦情もあった。そこで、スタンツーには、パワーユニットをカウンタック開発の際、縦置きにすることを決定した。縦置きにすることで、排気系のレイアウトがシンプルになり、キャビン内の騒音も軽減でき、整備性も良くなるといったメリットが生まれる。ただし、このレイアウトには、欠点がありエンジンの前後長が長くなり、ホイールベースが長大にしまうということだ。 カウンタックのエンジンルームこの欠点を改善するためにスタンツアーにはエンジンの前後を逆にし前側にギアボックスを配置するという極めて斬新なレイアウトを考えたこのレイアウトによってギアボックスをコックピットの2つのシートの間に配置しそれによってホイールベースの頂戴を防ぐことが可能になったさらにギアボックスから シフトレバーを直接生やすことができ、三浦の欠点の一つであった、シフトフィールの悪さも解決できたのだ。その結果、三浦よりもホイールベースを短くすることを可能にした。2450mm さらに、スタンツアーにはカウンタックの全長までもを詰めようと考えた。そこで、通常はフロントオーバーハングに置かれるラジエーターは、エンジン両サイドに横置きに設置し、 その下にフューエルタンクを配置した。これによってフロントオーバーハングに収められるのはスペアタイヤとバッテリーのみになった。他、テストドライバーの合成工場の震源からモノコックを止めて古典的なスペースフレームに戻してはいるが、設計段階から 4W d の。ありがとうございます。